クソかっこいいですね。はい、今日はね、まあ、いつも通りですよ。恵比寿ゴルフレンジャーといえば、はい、アリです。アリです。じゃじゃーん、コードハウスの限定モデル、はい、ジャパンとカナダ、カナダ、カナダ、はい、ゴルフ YouTube YouTuber 日本代表としてはプレゼント。じゃあ俺謎にカナダで、カナダで行く、はい、あのコロナ明けで、はい、一発目に出した、うん、コードカオスの新作です。僕は、ね、はい、70台目指す、はい、イエローに関しては85切っていくっていうゴルフをやる、はい、意識していきます。パース4268だよ。え268イエロー、右の山あるでしょ、フェアウェイから残ってる山、はい、あそこに当てると乗るよ。あそこに当てるの、あそこに当てた方がいい。パーの後のティーショットやっぱ大事ですからね。うん、全然、うん、いいミスなんでて、ハッピーミスまあちょっと打感気持ち悪いですけど、うん、なんかイエローがチーピン系が出てきてる気がするよ。どうなの、やだ呪われるチーピンに呪われた人いたかな。チーピン系だったよねけど今のね、うちにチーピンで呪われた人いたかなあれ見てるとかわいそうだったもんな。治んねえんだよチーピンまで。さっき言った右山狙い、右山狙い、日本代表右山狙い、宣言通りじゃない？うん。ちょっと分かりが弱かった。あ、で、あれで垂れてくるから。垂れが弱い。垂れが弱かったね。垂れが弱かったね。ちょっとね。ナイス。奥が怖いんで。うん。手前な感じ？手前でも。うん。バンカーはないんで。いや、これはパー取りに行くべきだって、短いもんだって。そうですね。うん、チャンスホールだと思う。パーを狙います。バーディーだ、バーディーだ。ごめん、喋っちゃった。ごめんね、イエロー。ごめん。撮影。今のは俺が悪い、ごめん。あ、チームジャパンか。チームジャパンだな。これ。今のはごめん、イエロー、ほんとマジで。いや、大丈夫っす。あそこから寄せてパーでいいんですよ。さあ、結構ライがえぐい。つま先上がり。クローズに構えて打つそうです。あー、でもそんな左に出るんだね。あー、しょうがない。いや、あのライバル。狙いは分かります。ちょっとラッキーです。入っちゃったらラッキーなんで大丈夫でーす。何度で言ったの今？え？ 54？ 54。54。ちょっと噛んだ。左足上がりなんで、さっきのクローズイン。あ、強い強い、なんで手元でピッてやっちゃうんだろう。手元で、確かにやっちゃいますね。弱いよ、なんなん続けないんだよ、はい、しょうがないね。これ絶対これ絶対ボギー取りたい、これは、うん、これはマストボギーですね。来たー、惜しい、オッケー、ナイスタッチですね、素晴らしい。いやー、アプローチのせいだな、これはちゃんと取んないとダメなんで、打ち急がなかったんですよ。一回置いたってことね、メープルリーフ背負ってますからね。よっしゃ、ナイス、ナイスバギー、ナイス。ここのロケーションなかなかあれよね、なんかこういろいろ考えさせられる。そうだよね、
うん、うん、ないしょ、やべえ、ど真ん中ちょいフックのないしょ、はい、うん、当たりはものすごく気持ち悪いんですけど、そうだね、もうほんと先っぽ中の先っぽですね、あれがね、ひどくなるとね、うん、チピになる、やめて、やめて、言わないで、よいしょ、叩いたーけど参っちゃうんだ、あ、傘っつった、左のラフですね、いますね、はい、ギリセーフ、チームカードはちょっと手堅く6番アイアンで先が見えないんですよね、こういう景色的に嫌なんで左側を狙います、一応じゃあ戦略を練ってるってことね、はい、うん、左側ですね、うん、宣言通りゴロ、うん、すごい転がってる、いいラン、ほら、ないラン、うん、ないラン、ピンは見えず、右に打っちゃうと3打目打てないんで左側に出るように、うん、で、ライもきついんで少しだけ手打ちで、うん、もうちょい左側だったけど、うん、キックも右行ってしまった、ちょっと狙いで狙えなくなっちゃいますかね、狙い通りの球になっちゃったさあイエローが3打目、はい、残りが160、はい、ちょっとバンって間違えた、6番持ってきた それ後、うん、ハーフトップでいい感じ、5番だったら乗ってたね、やめてやめて、撮影の進行上も彼でやめた、持ってこいよ2本それだね、それだね、それに限るわ、さあリーダーの3打目が狙えない、あれチームジャパンできるだけスライスをかける、出たショナスラ、これちょっとタイガーウッズの場面とちょっと似てますね、青木さん曲がんなかったね。まあでもナイスアウト。っちゃったね。うん、これかけんの90度曲がるから無理じゃない。けどこれかかったらすごいよねけどね。こうだよ。こうだよタイガーね。タイガーね。こうだよ。あれすごいよね。このピンが嫌なんで、もし。うん、うまく打った。ナイスワン。で、ここで前回、グレーに褒められたんですよ。はいはい。コードカオスの時に。アプローチがうまいと。アプローチがうまいねって。で、アプローチがうまいねって言われてっきり、理由を教えてくれなかったんですよ。なんですけど、LINE で、1日100回スタンプを押してたら、うん、分かった教えるよって言って、教えてくれたんで、うん、それ実践します。はい。ピンに向かってフィニッシュをちゃんとこう出すのがいいらしいんですよ、はい、こう行かずにこうと、じゃあピンに向かってこう出すと、はい、これちょっとやってみます、はい、うまいうまい、でもね、うまく打ってるね、だから方向性は、うん、はい、素晴らしい、なんかちょ微妙でしたねちょ距離がうん、逆っすね、パパッと、なんかラインが読めないぞ、これは読みすぎだな、やりすぎだな、やりすぎたな、ボギーパーです、うわー、うん、うん、うん、ボギーボギーダボっちゃった、いやダボ出しちゃった、ちょっとチームカナダがまだリードしてますよね、わかんない、いや多分してると思う、対戦してんだ、
一応だって日本対カナダですよね。日本対カナダ、ね、になっちゃいますね。対戦したがるんだから。まあ結局レンジャー対戦動画みたいになっちゃいますからね。自虐ない、今日こういうゴルフやるよっていう。あ、そっちか、そっちか。動画にお届けするゴルフじゃないか。飛ばしにやっぱちょっと当初燃やしてました。